ははいこんにちはリンテチャンネルです、えー、っとセクシー田中さん問題3ということでね今も、ものすごい SNS を中心に YouTube なんかで特にその脚本家と原作者の対立というか、まああのー、原作をあまりにも尊重しないテレビ制作部と脚本家はもうちょっと球団しようという動きというのはすごく、ねあのー、いろんなところに飛び火して大問題になっています。 でもこれで、まあ私はね、悲観的に見るのでなく、絶対に原作レイプという現象っていうのはなくならないということを断言しておきます。これはもう、あの、その理由もお話ししますけど、じゃあもうなくならないからそれでいいのかって言ったら、こう痛ましいね、足原先生の死を乗り越えなければいけない、そのために絶対改善しなきゃいけない問題であるのは事実です。どうしたらいいのかもちゃんとお話しします。 その前にまあ脚本家のね黒澤久子さんっていう人が日本シナリオ協会が緊急対談これも本当に言いたい放題のこと言っててまあその中でやっぱり黒澤久子さんっていう人がね相当糾弾されております主にはえ最近は原作者こだわりの強い方が多いとかねえ悲しいかな原作通りにやってほしいという要望があるとかあるいは私は原作者 とは合わない主義だ。原作が大事なのであって、まあ、原作者は関係ないかなと、まあ、いちいちすごいことをおっしゃってます。まあ、これに対してあの批判するのも簡単だしまた同情する気も全然さらさらないんですが、まあ、この人のこの発言というのは 例えばこれは脚本家村の中で行われた対談なのでね、その村の中ではこういうことは言うだろうというレベルのものだと私は考えています。足原先生のこういうことがなければ、脚本家村の中ではこういうことが交わされてもむしろ別にそれは普通のことなのではないかと私は思います。まあでもこういうセクシー田中さん問題っていうのがある程度明るみになって、 原作者と脚本家の問題っていうのがピックアップされてからの対談だったのでね、えー、これはいろんな人が聞くだろうということを前提にするとこの人はおかしいと思いますただそのおかしさっていうのはその価値観が歪んでるとかあの異常だとか傲慢だとかいうのではなくてまあ脚本家ってそういうふうに考える人は多いだろうというレベルでは私は許容はしますがこの 時点のこの発言とは相当やばいこれはあのー、私コムドットのヤマトさんという人の時にも言ったんですけどこんなものは独り言だと思うんですよね。で独り言の音量が大きくて他の人にも聞こえてしまう病気の人とそういうふうにカテゴリーするしかないですよね。堂々と公の 場で言うようよよなななことではないどれだだけ傲慢なんだよって言われるに決まってるような意見だとこういうことです自分らの村の中では好き放題言ってもいいしまた独り言では言ってもいいんですよでもそれをあの言っちゃったことに対してそして慌てて消すそして今現在何のコメントも出してないというところあたりがやはりちょっと病気なのかなというふうに思わざるを得ないとこういうことですね、えー、次にですね 里中町子先生とか諸々の方がねテレビドラマ化する時によほど気をつけてねその条件を突きつけたりしないとこういうふうにいいようにやられてしまう作家がせっかく作り上げた世界観を壊せないような条件をちゃんと突きつけなければダメだとそれでもうそれに意に沿わないような傲慢な上から目線でね ドラマ化してやってるんだっていう場合にはちゃんとあの毅然として断る勇気を持てとこういうことをおっしゃっててもうそれは本当に正しい意見だと思うんですけどこれは改善策にはならないと思いますこ厳しい意見ですけどならないですある一定のその漫画家の中でもヒエラルキーがあって 真ん中辺より上の人に対して適用されることであってそれより下の方がドラマ化してくれるといった時にそんな要求が出せるわけないそれはまあ前回の動画でも私は採用試験に例えましたけど会社の採用試験で新規入社してくる人とどっかの,その会社で。 あのライバル会社で、ね、すごい業績を上げてる人を引き抜く場合その引き抜かれる人はものすごく条件を提示できるんでですよね。でも新規採用の場合、えー、例えばその給料がもうちょっと欲しいとかあの結構福利厚生とか曖昧だったりあるいはもっと言えばその会社がちょっとこの事業に関しては不正があるんじゃないか社会的にどうなんだろうとかいう場合 あのそれについてケチをつけることって新規採用の人ででで絶対できないですよねだから何一つ条件を提示できない人もいっぱいいるわけでそんなのがあの毅然とした態度で望めるわけもない。 毅然としした態度で断ってしまえっててまえいうのはね生活していく人あるいはこれからあの成り上がっていこうとする人にとってとても無理な注文で現実にそんなことができるとも思えない尻尾を振るということですよね尻尾を振ることをバカにする人はちゃんと餌をくれっていう話ですよあの売れない漫画家に毅然とした態度で断れっていう人はちゃんとその人に仕事を与えてやってから そういうことを言うべきだと思いますよね。だから、無責任すぎる残酷に言えば、そういう風なものを感じました。でも、そうやってケチばっかつけてたってしょうがない。本当に改善してもらわなければしょうがない問題ではあります。どうしたらいいかこれを言います。まあまた一つの例えですけど、見通しの悪い交差点にいつまでたっても信号が立たない。でもそこで痛ましい。犠牲者が出たじゃあ。 やっと信号を作ろうと思い腰を上げて行政が信号を作ったとこういうことをするにはどうしたらいいかややこしいですけどそういうふうにしなければいけない信号を作らなければいけないという時に精神のありようとか気構えとか言ったってしょうがないんです。 脚本家が原作者を尊重するとかリスペクトしろとかそういうのはだめなんですよそんなことはジャニーズ問題の時に東山さんが法を超えて賠償しますって言ったのと同じでそのいいことを言ってるようだけど抽象的なんですよ抽象的なものっていうのは法律的には何の役にも立たないということ原作に忠実に作品のテーマを尊重してもらえますかって。 恐る恐る言ってみて「ああそれは尊重しますよものすごい尊重しますよ」パッとドラマになったのを見たら主人公が男だったのに女になってたってなっていやこれちょっと私との約束はどうなったんでしょうかっていうといや原作者の意見をすごい尊重した結果原作者の世界観をより広めさらに視聴率を稼ぐそれでためには。 男より女の方がいいっていう結論になりましたって言われたら偶の根も出ないでしょ。だからそういう抽象的なことではなく、はい、ドラマ化にあたっての私の改革案です。えー、原作者に二次使用のあるいは二次販売の NG 権を与えろとこういうことです。これはもう法制度化してほしいですね。えー、どういうことかっていうと、テレビ放映の途中であれ、 テレビ放映が終わった後であれどんな局面でも原作者が NG ノーといえば絶対に DVD の販売とかあるいはまあその他もろもろ再放送だとか一切できないできなくなるだからその NG 権を原作者に与えなさいということですこれはちょっと放送法だとか言うほど私は詳しいことは分かりませんけどあるいは どうしても放送法その他ではそれは縛れないんであれば、もう一般常識として根付かせるということでもいいと思います。ももしそういうことになれば、原作者がもう NG を出すということをすごく恐れるはずです。DVD 化とか再放送とかしないとうま味がなくなりますからね。だからそこら辺で圧倒的な立場にいたテレビ局と原作者の差がちょっとこう詰まるというかね。 どんなに弱い原作者でも言えれば、あこれは放送法でそうなってるんだからしょうがないなってなるでしょ。そうするとテレビ局もおいしくないわけですよ。だから絶対にそんな原作から外れたことをもうしなくなると思います。えー、2番目としては、あんまりいい加減な知識で言って申し訳ないんですけど、アメリカとかの映画界でね、監督なり、 脚本家がいやこの作品は自分の意に沿わないなと思った時に監督名をアラン・スミシーっていうふうに変えるというこういうことが結構あると思うというふうに聞きましたでアラン・スミシー作品になると評論家も見た人も世間はあこれはアラン・スミシー作品なんだということで 問題のあるる作品なんだととと世間が認知してくれるということでど、原作者が現状はこれは自分の世界観と違う嫌だなと思ってもそのテレビドラマにも自分が責任を負わなきゃいけないじゃないですかタイトルが一緒なんでねだからあなたの作品を見ました、えー、漫画はまだ見てないテレビドラマで見ました失望しましたみたいなことを言われてもその責任まで負わなきゃいけないだからもう漫画家すごく。 嫌がるんでしょだからそこにですね「アラン・スミシー・ AS」ですね、えー「セクシー・田中さん・ AS」って書いてあったらばあこれはあのセクシー・田中さんはセクシー・田中さんでも漫画のセクシー・田中さんじゃなくてアラン・スミシー作品のテレビドラマなんだということでこれもまた一般常識なんだけど浸透すれば。 あの別物としてて考ええもらえるという、まあ、この2つですね両方ともちょっとこう法制度でどうにかできる問題かどうかわからないんですけどこういうことをあの本当に常態化させることによって、えー、原作者はもうちょっとと発言権が増すす思いますね、まあ、このぐらいですかね私の,出しあの考えた具体策っていうのはね。まあ、この2つとも結局一般常識として根付かせれば。 あの弱い原作者も守れるというふうに私は思いましたいずれにしてもこの痛ましい事件をねなんとか糧にしてテレビ制作部がちょっとその態度を改めて原作者をもうちょっと尊重しようという流れになったとしてもこれはしばらくの間なんですよね。 それから本当に半年だか1年だかわからないけどすぐに元通りになります決まってるじゃないですかそのドラマ化してもらいたい人はいっぱいいるんでチャンスをつかみたい人はあのワンサが溢れてるんでねあのそんでテレビ局側はそういう本当に表面的な設定とかねそのキャラクターとかだけ欲しがっててあとは全部自分たちで作りたいっていうのはもう自明の理なんですよ、ね、だからそんな人たちにいいようにやられないためには その法制化、もしくはもう一般常識として原作者に強い NG 権を与えるべきだと思います見通しの悪い交差点で死,死亡事故が出ないと信号が立たないこれはすごく腹の立つことで死んでしまった命はね戻らないですでもやはりそれが礎になって信号ができたおかげで そこの交差点での死者っていうのがいなくなったというふうになれば何かしらの意味があったというふうに納得はできるじゃないですかでそこを目指さない限りね感情的になって脚本家を潰すような話になってもしょうがないような気がしますねえー、いいねのところをねこうやってポチッと押していただいたり高評価とかねいただけると嬉しいですねあとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします 足原ひな子先生のご冥福を心よりお祈りいたします。See you again でございます。